沖縄に動画で伝える求人サイトが誕生。その名はプロジェット。気になる企業を動画でチェック。今すぐプロジェットで検索。マトバ TV ラジオ、はい、皆さんこんにちは。うちらの町つなぐマトバ TV ラジオ、今日も始まっております。番組プロデューサーの佐久本健太郎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。アシスタントのしめです。はい、しめさん今日もよろしくお願いします。あの新年始まっての一発目なんですけれども、はい、最近見つけたアプリで、交換音アプリっていうのを見つけまして、はい、これ誰が使うんだろうと思ってて、はあ、あのずっと使ってたんですよ、はいはい、いろんな音がちょっと鳴るんだけど、はいはい、まあ後でちょいちょいと使わさせてもらいますけど、ああ分かりました。で誰が使うんだろうってずっと考えてた。俺使うじゃんと思って。どこで使うの？ラジオあ、ラジオか。そうか、今までは音源とか僕が作ってたんで、そう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 、まあ、携帯つないで、あ、そう、 iPhone つないでパッて撮れるんだったらなんかいいっすね、それ。そう、面白いと思って、はい、ちょっと一個出してもいいですか？あ、どうぞどうぞ。まあ、マトバ TV とはビジネスやスポーツなどのジャンルを通して夢を持って頑張る沖縄の方を YouTube 動画で、思いを伝え、あなたが夢を叶える一歩目を踏み出せるように応援したい番組となっております。はい、はい、やったえ、選んでこれ、この音え、何が良かったいや、なんかもうちょっとエッジの効いたやつあったんじゃないですかもうよく聞くやつや。これいいですね、便利ですね。うん、便利だなと思って。西村さん、これじゃあちょっと今日ちょいちょい入れてってください、はい、あの今日のゲストさんとかもたくさんね、いろいろお話聞いていく中でこれ出てくるかもしれないんで、うんうん、ここだと思ったらわーって出してくださいね。まあ、いろんな音があるんで、はい、あのちょっと選別してちょいちょい入れてみます。あ、わかりました、はい、じゃあそれもちょっと今日楽しみに放送、楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ではこの番組の提供は沖縄の人材派遣なら株式会社イネプロ、沖縄の動画求人ウェブサイトプロジェット、企業個人のブランディングを動画とデザインでサポート、マトバクリエイト沖縄の提供でお送りいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで今日も素敵なゲストさんが来てくれております。今回のゲストさんは映像広告堂当主マゲヒラさんに来てもらいました。マゲヒラさんよく見ますね、最近ね。はい、映像広告堂マゲヒラのマゲヒラさんですよ。お、じゃあ早速声をいただいてみましょうかじゃあよろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。やったー、やった、やっと来てくれた、やっと来てくれた、ありがとうございます。いやあのごめんね、すごいね、すぐね会社名ちょっと間違えてしまった。いや違うんですよ、はい、あのサンプラーの話が急に出たから、うん、あ、いいな、俺も使いたいあ、ぜひダウンロードじゃあ後でちょっとアプリねあのシェアしてもらって教えてください。はいはいはい、はい、というわけでね、今日はマゲヒラさんマゲヒラさんに来てもらってますよ。わかりますよ、はい、私マゲヒラさんですよ。あ、すごい、あ、こういうことか。私映像広告堂マゲヒラというですね、映像制作会社みたいなことをちょろちょろとやらさせていただいております。まあ、会社って言ったらおこがましいですね。私が一人で営業行って、お客さんと話決めて撮影して編集して納品するみたいなことを時々一人じゃ間に合わなくなって、友人知人に手伝いを頼むみたいなことを、はい、飽きないとさせてもらっているものです、はい。まあ、主に企業さんのプロモーションだったりとかテレビ CM だったりとかっていうところにお力添えさせていただいております、うん。映像で見れる方はちょっとあれかもしれないんですけれども、うん、はい、地毛でちょんまげをこさえているものでして、後でそのちょんまげと私の仕事の関係値にどれほどのものがあるのかみたいなことはお話しできればなと思います。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。マキラさんね、去年の12月から、うん、あのオファーさせてもらってて、いやもう本当に来てほしかった。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、なんかバタバタとごちゃごちゃと、いやいやお邪魔します。いや実はすごい緊張してて。あ、そうなんだ、はい。でも結構他の番組ちょいちょい出てるじゃないですか。はい、すごいそれ。だから人様の土俵におこがましくも誰かが耕してくれたその土の上をですよふんだんに暴れ回って散らかして帰るっていうこのスタイル、はい、最低いや、いいでしょ。ほんと、もう今日も多いな、暴れてください。多、はい、いね。もうケンケンキョキョケンケンキョキョケンケンキョキョ。今日はですね、このマトバ TV ラジオ始まって以来のちょっと新コーナー、新企画を今日は私たち持ってきました。それ、まあ、今日来てくれたマゲヒラさんのことをですね、まあ、マゲヒラって
はい、誰だっていうところとか、うん、なぜ曲げなんだっていうところとか、そうですよね、いろいろね知りたいこととかたくさんあると思うので、僕たちこういう企画を用意してきました。はい、曲げ平さんをもっと知りたい一問一答のコーナー、やったー。いや、やっとラジオっぽい企画持ってきた俺。一問一答よ、それ以上は答えさせないよっていう、そういうことよね。そうです、もう2個答えをもんなら、もう一刀両断ですよ。もう本当そうですね、もうすぐラジオ室から出てもらおうと大室厳しい厳しい怖っ。あのこれからですね、ゲストさん、まあ、マゲラさんにまつわる答えやすい質問をいくつか用意してきましたので、はい、それをちょっとあのね、あの掛け合いな感じで、これ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 って答えてもらおうっていう感じでいきたいと思いますんで、石見さんちょっと準備よろしいでしょうか。はい、大丈夫ですよ。はい、行くんだいきなり。じゃあマゲヒラ一問一答のコーナーいきまーす。はい、よーいスタート。いけた。はい、年齢は。あ、31歳です。血液型は A 型。出身地は沖縄県那覇市安里。お、安里。本名は。本名は前平さん。お、好きなスポーツは。好きなスポーツは e スポーツ。お仕事は何をしてますか。映像を作ってお金をもらってます。はい、何フェチですか。うん、首。好きな食べ物は。あ、首ちエビ好きな武将は。うん、織田。ちょんまげで得したことは。うん、金。一番大切にしているものやことは。命。今出ている番組のタイトルは。わからない。めっちゃ失礼。おい、大事だよ、大事だよ、これ。まとま TV ラジオ。はい、ありがとうございます。パンとご飯はどちら派ですか。パン。はい、ちょんまげにしたら収入は上がっちゃった。上がりました。今出ている番組のタイトルは。わからないです。2個持ってきたのに。まとま TV ラジオです。はい、ちょんまげと出会ってなかったら今は何をしてたと思いますか。落ち武者ですかね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい1分で終わった。はい、これね、これ2個持ってきたのに間違えてくれてありがとう。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、よかった、ここに大きくルビー打ってなかったら私は一生この番組が嘘ですよ。俺は何に出てるんだろうみたいな。何、そう、私は今どこの迷宮にこう入ってしまったんだろう、はい、出口はどこなんだろうとで、一応ですね、まあ、これ質問、はい、いろいろ答えてもらったんですけれども、一番最後にですね、用意してたのがまとば TV のチャンネル登録はしてくれてますかっていう、すごいエッジの効いた質問を用意してたんですけど、はい、もちろんもう用意して、ね、はいはい、してますよ。してくれてます。一回解除してもう一回登録してまだ気が足りないから一回解除してまた登録して最近なんかやたら上限上限してるのはそれか、うん、あの微動してたと思うんですけど、うん、夜中2時あたりで私です。ちょっと質問の方戻っていきたいんですけれども、はい、好きなフェチ、何フェチですか。首とね、食べ物がエビっていう、はい、ここちょっとインフンできたのがなんかちょっと最近あの動画上げてたラップの、いや首だしエビだよだって首美しいじゃないですか。あ、あのうなじ、うなじ、そう、このうなじからこうなじを土正面から見るんじゃないんですよ、うん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 、斜め後ろ方向から、はいはい、あの頬骨とかこの顎のラインまで含めて、うん、綺麗なラインとかあると美しいですよね。あ、いや、これ完全にあの武将のちょっとオチを持ってきたのかなと思って首取ったるぞみたいな斬首ねいや、単純に美しいこの斜め後ろ姿の女性に惹かれる。あ、わかる。ちょっとヤマトなでしこ的な感じですかね。わかんないですね、はい、そこはでちょんまげで得したことはっていうところと、はい、金っていう一言で。ああ、そうそうそう。いや、お金もらうんですよ。ちょんまげで。はい、そうなの？例えば、うん、お祭りごととかに僕こうなんていうの、家族とかでね、うん、お出かけしたりとかして、うん、そしたらなんかマダムが声をかけてきてくれて、はいはい、なんかお父さんなのこれみたいな娘に、うん、お父さんなのこれって言ってかわいそうにって言って、なんかパレットくもじゅのね、うん、なんか金券、それこそ1万円ぐらいよ、うん、をガンってくれて。おばちゃんそのまま帰る謎の寄付、すげえ謎の寄付、ある意味すごい。そうだ、いや本当に、うん、あとは飲み屋とかに連れて行かれると、うん、知らない人に6割ぐらいの確率でおごられる。へえ、あいつ面白いって言って、なんかそれこそあのバーカウンターで、はいはい、あちらのお客様からみたいな握手
あ、ガチで受けるすげえ。これが居酒屋で行われる。へえー、あのまあ、それもすごい。例えばだけど企業案件とかないですか、そのマゲにあることによってあのあ会社の PR を手伝ったみたいな、そういうのもあるんですか。まあおこがましくも私物作る人なので一応裏方でやってはいるんですけれども、うん、まあ視認性高いってことで例えば宜野湾伝説さんとかね、宜野湾伝説さん、はい、電気屋さんなんですけど、うん、がテレビ CM 制作する中で、お前もどうせ目立つんだから出とけよみたいなお話いただいて、そのまま出演が決定するとかはありますね。まあお葬式屋さんもありましたね。でもそれからね、あのそもそもじゃあなぜその曲げにしようと思ったのかって、そういうなんか大きなきっかけとか転機ってあったんですか。そうなんですよ、なんか僕自身じゃあ江戸とか好きかって言われたら実はそんなことなくて、ござる区長好きかって言われたら別にみたいなとこあって、だから実は曲げして2年ぐらいは自分がなんで曲げてんのかよく分かってないっていう事実は正直あり正直葛藤、まさかの葛藤、すごい葛藤して、だから曲げした後よね調べたの日本史。そうなんだ。そうなんだ。でじゃあ なぜそれを始めたんですか。だから最近結論が出たのは、うん、より多くの人にただ愛されたかったんだな俺っていうのはすごい分かりました。投げをすることで、ただ私という人間を認知してくれて、そこにマイナス感情がないっていう状態をより多くの人に求めてたんだろうなっていうのはすごい分かってきました。なんかあ、もちろん負け嫌いな人いるんで。いるんだ。いやいるいる。そうなんだ。いる。あのね、年間1回ぐらいね怒鳴られることある。怒鳴られる？逆におじいちゃんとか、おい負けるなって、そう、お前は何だお前それ負けよ、お前真面目に生きなきゃダメだぞっつって、もうまさにもう同じシチュエーションですよ。こんな感じ再現率すごくてびっくりしました。トラウマがちょっと蘇って、ここで今震えるところですよ。えガチでふざけてんのかって言われるの。あ、そう、年一ぐらいで言われてました。年一で、はい、だからあの皆さんも曲げするときはそれなりに怒られることも肝に銘じてやった方がいい。そうなんだ。なんかでも俺好きだけどな、曲げでしょ、うん、愛してるでしょ。愛してる。ありがとうございます、うん、愛してますよ。ありがとう。なんだこれ。ありがとう。そうなんだ、はい、なのでまあビジネスの面においてもね、どうしてもただ名刺配って映像制作ですって言ったら、うんうん、もう広告代理店って幾多もあるし、うん、最近だとまあもちろん健太郎さんもそうですけど、うん、映像制作できるよだけだったら、うん、正直シチュエーションとしては甘いなっていうのは正直あって、さすが。なので自身名刺配る以上にその人が、名刺よりも効力を持って僕の話を誰かにしてくれることを条件に踏まえると、うん、やっぱ視認性を高めるっていうところ、うん、まあ広告媒体においては必須条件だと思うので、自身がじゃあ高める努力はしましょうかっていうところで一応ちょんまげをさせてもらってはいます、うん、もうブランディングされてますから、ってかもう認知度結構すごいじゃないですか。どんななんでしょうね、一発で覚えてもらえるじゃないですか。一発度は多分、うんうん、一発度だから指名ナンバーワンが取れるけど、その後取れないホストみたいな感じで、そっからこう恋愛関係にまで持ち込めない子みたいな。結構ね、いろんなその経営者の方話してた、あのちょんまげの人も動画撮ってるねって声ちょいちょい聞きますもん。あ、本当？そう結構出てくる。マギさん、あー、よかった、嬉しいです。うん、そうなんですよ。もう最近だとあれですもんね、もう車の中にカメラと集音機ぐらいはポンって積んでるので、さすが現場でえ、じゃあもう今やりますみたいな世界になることもしばしばという。あ、 YouTube 撮ろうぜみたいな。あ、 YouTube っていうか普通にうちのプロモーション今この状況で作れるのみたいなんで、可愛い女性が雇用していればできますよ。あ、でも受付が受け付けない会社もありますけどね。うーん、あ、そっか、はい、の方はいけたちがやばいみたいな。なんか来たけどアポ取ってんのかなこいつっていう。取ってるよ、電話では丁寧だから。野口健さんっていう人いるでしょみたいな話して、いや、いるけどあのうんとそのみたいな。そしたらこのちょうど具志堅さん帰ってきて、ほらな言ったろみたいな顔で打ち合わせ入るとかってのもありました。面白い。具志堅さんは知ってくれてんだよ。
でも本当にね、まあ、こうやってあの曲げと共に生きているという感じの曲げ平さんなんですけれども、はい、この、まあ、映像広告堂曲げ平、はい、あのね、CM とかなんかも売ってたら甲冑着てて、あの矢をパシャーンって打ってやったギャーみたいな、やったね、あれね、いつも毎朝見ててすごいなと思ったんですけど、うん、なんか曲げ平さんがこれ独立する時になんか大変だったこととか、ちょっと怖くなかったのかなとか、やっぱり今まであの会社とかいろいろ入って働いてたと思うんですけど、一人でじゃあいざじゃあ自分で立ち上げてやってみようってなった時に、そういうなんか怖さとか苦悩とかっていうのはどうやって乗り越えたのかな。もうね、僕もうほんとちっちゃい男なんですよ。ちっちゃい男でして、うん、もうこの独立するまでに死の後の何年ぐらい うろうろしたんだろう。結局多分ね、あの心に独立したいなっていう思いが出てから多分 3,4 年はぐちぐちしてたかなと思いますね。もともと富士葬祭っていう葬儀会社に勤めてて、うんうん、このいでたちで葬儀会やって本当いろんな人に突っ込まれるよく許してくれたよね、社長さんも。そうなんですよ、うん、あ、もちろん搬送できないですよ、この格好でね。模型に行ったら笑っていいのやら、なんか厳かを演出しすぎてここまで来ちゃったとかなんかよくわかんないことになっちゃうから、うん、そうそう、まあそこでもやってることは基本的には映像制作と代理店事業をやってたんですけど、はい、やっぱ怖かったですね、正直。めちゃくちゃ、そもそも食えんのかみたいな、うん、あ、だ誰が僕の話を聞くんだみたいな、うん、要するに営業出るってことは一回初っ端からスタートするってこと、はい、そうそう、ゼロからですかね。そう、ゼロからやるってことなんで、なのでそういう流れもありながら、まあそれでもやっぱ世の中がというか、最近だとね、雇用していただきながらこう副業みたいなこともこう OK みたいな会社さんとかも出てきてはいたので、そこからベンチャー企業の方に少し席移させてもらって、まあコンテンツの制作でお手伝いさせてもらいながら、自身の個人事業主っていう仕事を夜中やるようになって、あれ食べれるっていうのがなんとなくふんわり分かって、じゃあちょっと出てみましょうかっつって出たのが、いよいよ2018年の4月、うんうん、つい最近です。まだ1年経ってないですもん、ね、あ、1年まだ経ってないですか。経ってないですよ。あ、そうなんだ。あれ、僕マグさんと会ったのって初めて会ったのっていつ頃でしたっけ。え、しびれさんと会ってんのはあ、効果、そうだ、効果だ、効果だ、全然最近ですよ、うんうん、まだ半年なってないで。なってないですね、はい、へえ、あ、そんなか。あ、でもちょいちょい作元から聞いてたんで、そうなので、うん、独立開業したのはほんとまだ1年経ってないので、今もなお右も左もっていう世界ではありますね。なんでちょっとすごいお、すごい活用してる。あれですね、そのやっぱり今から独立したいっていう人はやっぱり最初にいけバーンって、僕最初にいけバーンって出ちゃったタイプなんで、はい、苦労したんじゃないですか。いろいろヒーってなってもうダメ、もうダメを繰り返して今を生きている感じなんで、まあ、本当にでも周りの支えがあって、助けがあって、すごいですよ。もう本当によく出たなって思いますもん。俺も思ってる、よく出たなお前って、うん、なんかちびりませんか。いや本当にね、考えすぎて熱出ることは本当にありますし、1年に1回ぐらい高熱で倒れている今のところ。それただの病弱じゃないの。それ健康状態が良くないだけで、一応ね、あの、まあ、納期が迫ってきすぎるとそうなっちゃう場合もあるんだけど、まあでも本当に一応怖いなっていう目も持ちつつ、まあ、だけど毎月本当にね頑張っていろんな人の力になりながらさせてもらいながらやってるので、よろしくです、うん、ありがとうございます、はい。でまあ、これからじゃあ独立したいっていう方は、まあ、マゲヒラさんみたいにですね、なんかどっかに勤めながら、まあそうですね、多分時代的にはそういうのもなんか領域としてはある世界なのかなと、うんうん、まあどうしてもまだまだね、この副業しながらうちに会社雇用で大丈夫ですよって会社さんって少ないとは思うんですけど、うんうん、まあ見つけきれたらそれはそれで、うんうんうん、よかったねっていう感じじゃないですかね。さあやってみようと思います、うん、終わり終わっちゃった。つなげて本当に、まあ今までねやってて、もうこれやばいダメかもってなった時から、どうやってこの起死回生というか再生していったのか、そんなのありました。もう今から来ると思います、僕。え、もうダメかもって、もうダメかもってマジで。あ、でも自身で出演して
編集までやってって言ったら結構大変じゃないですか。いやそうですね、まあ、特に編集めちゃくちゃ時間かかるじゃないですか。うん、かかります、ね、CM 映像かかりますよ。やっぱどうしてもお客様こう自身が出るってもうやむすればやっぱエゴっていうかね、その自分自身がどうありたいかみたいなっていう欲みたいなんてどうしても出てくるんですけど、これ殺すの方がやっぱ大変で、視認性高いからとはいえやっぱ人様の CM ですから、この人に対して効果効能みたいなのをちゃんと用いていただけないことには商品としての価値が危ぶまれるので、ここのさじ加減はすごく気使わないとかなっていう気がしますね。あとやっぱいい加減なことはできないので、やっぱ慎重になることはこの一人になって改めて感じることかなっていう気がします。納期もそうですけど、できるできないをしっかり明確に線引きしてあげることとか、変な風呂敷広げないとか、っていうところはちょっと大切にしたいなと思ってますね。こうやっていろいろ思いを持ってマギを言いながら、日々マギを言いながらそうなんだ、沖縄の人々の役に立っているマギヘラさんなんですが、はい、だここでですね、的場 TV 恒例のですね、はい、夢を伺っていきたいと思います。でこれまではですね、的場 TV って、ま、じゃああなたの夢目標何ですか教えてくださいっていう感じの聞き方だったんですけれども、ちょっとね今回からまた趣向を変えまして、あなたの夢が誰かの力になる夢の宣言をお願いしますという、映像広告堂マギヘラ当主のマギヘラ雄一郎です。私は物を作ることを通して、そして今この頭の上に乗っかっているこの曲げをすることを通してですね、企業の人々の明日を一緒に作っていく表現が一緒にできるそんな男になっていくことをここに宣言します。はい、かっこいい、言っちゃった、ありがとうございます。ああお腹が痛い。はい、じゃあ今日はありがとうございます。僕たちまとま TV もですね、これから映像広告堂マギヘラとマギヘラさんを応援して参りたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今回のゲストさんは、映像広告堂マギヘラの当主マギヘラさんに来てもらいました。ありがとうございました。さようなら、皆さんありがとうございました。どこかで曲げて会いましょう。はい。ではこの番組の提供は沖縄の人材派遣なら株式会社ミネプロ、沖縄の動画求人ウェブサイトプロジェット、企業個人のブランディングを動画とデザインでサポート、的場クリエイト沖縄の提供でお送りしました。的場 TV YouTube チャンネルでは過去の放送分もご覧いただけます。チャンネル登録高評価をぜひよろしくお願いいたします。というわけでまた次回も YouTube とラジオですね、お会いしましょう。いつものやつでいきたいと思います。マットバイバイ、もちろん知ってますよね。知ってますよね。チャンネル登録してくれてるから。でも一回解除してもう一回やったから。はい、じゃあ行きますよ。はい。はい。じゃあ行きます。せーの、マット、バイバーイ。誰に？どこに？こっちでよかったの。マトバ TV。